元老は、第二本帝国において、天皇の保筆を行い、内閣総理大臣の総選など、国家の重要事項に関与した重心である。主権者たる天皇の諮問に答えて、内閣総辞職の際の後継内閣総理大臣の総選、その他の重要国事に関与した。元老の主要な権能としては、後継首相の総選であるが、この会議には、 言動がすべて参加するとは限らず、言動たちの要請により、前首相や内大臣などが参加することもあった。天皇は、言動が創上した候補者については拒否した例はなく、対名効果は事実上言動の意見に基づくものとなっていた。また内政について協議し、意見を述べることもあり、日英同盟締決の際には、言動会議によって意見がまとめられている。 また日露戦争会戦時の午前会議にも参加している。また、個々の元老は、宮中や貴族院、政党や軍などに働きかける政治活動を行った。これらの行動は、言老集団の合意に基づくものではなく、個人としての活動であった。言老は内閣にとって政府両面の影響力を持っていた。原則的には成立した内閣の存続を図り、 交代に際しては円満であることを望んでいたが、第一次、西恩寺内閣当格の際には、頭角に動いたことも指摘されている。元老は、公職ではなく、元老の権能、待遇、就任資格を明文化したものは存在しない。このような存在であるため、法的根拠がないという指摘が1900年頃にも行われている。このため大正期からは直名。 または直後によるものと認識されるようになった。長岩は天皇が子孫教法の直後を授けることが元老になる要件であるとしている。しかし主だった元老は直後を受ける以前から元老としての活動を行っており、受けた小直も共通したものではない。元老となったとみなされることがある召呂のうち、伊藤博文、山形有朋、黒田清高、松方正義、 そしてカスラ太郎が受けた直後は、特に大臣の礼をもってしここに、元君優遇の意を、承認すというものであり、西恩寺金持ちが受けたものは、総理大臣辞職の際の1912年12月22日に、将来恐怖に、質問の大しよしく沈回を対して、勝つくその力を、松室氏さん、上する所あるへしという直後であるが、内容は全く一致していない。 同年8月13日に、山形、井上香る松方、大山岩尾、そして、桂は、我が語を助くるべしという直後を受けておりこれも、言動と認めたものと解釈されることもある。当時の読売新聞は、直後中に、教法、タスク業、三、上というものがあるのが言動たるものを認めた直後で、あるとしているが、いわゆる、玄君優遇の直後には、 そのような文言はない。読売新聞はこの記事において、大隈重信が1916年10月9日に、強歩するよう直後を受けたと記述しているが、過去の業績に対して述べられたもので他の言老と、大隈の扱いは違うと解釈している。若月礼二郎は、昭和天皇戦争の際に、鎮火修業を、濃よく治むするよう求められた直後を受けたが、言老とみなされることはない。 一方で、最後を継ぐ道は、この種の直後を受けていないが、元老として扱われている。また松方、井上、大仙が元老としての活動を行ったのは直後を受ける以前からである。このため、伊藤幸雄は、元老が明治天皇や他の元老に認められたかどうかによるものとしている。待遇としては、皇室儀政令第29条において、 元君優遇のため大臣の礼遇を賜物張りたる者として、宮中席次第1回第4というものがある。ただし、この元君優遇という直後を受けた者は、交付時点ですでに全員死亡している。憲法制定以前の明治政府においては、反伐の有力者や岩倉智美などの、いわゆる元君たちによって、政治や人事は行われていた。大臣、参議制度が、 伊藤博文によって主導されるようになると、この頃の参議の過半数が後に言動となっている。内閣制度が発足し、第一次伊藤内閣が成立したが、大臣のうち6人が後の言動となっている。伊藤内閣の後の黒田清高内閣、第一次山形内閣はそれぞれ全首相の推薦によって成立した。1889年11月21日、 伊藤博文と黒田清隆に対し、大臣の例によって、玄君優遇の意を表すという招職が下された。これは、通常、玄君優遇の招職と呼ばれ、大正期からは、言動の法的根拠とされていたが、伊藤幸男はこの招職により二人が言動となったわけではないと指摘している。伊藤、山形は後に、同志士の招職を4回受け、松方は3回受けているが、 この招職を受けていない段階でも、井上薫と松方正義は後継首相の指紋を受けている。この招職により伊藤やより若い世代の松方などを元君と呼ぶ動きが広まった。1891年に伊藤が辞職の意向を持ち、後継首相に松方を推薦したが、明治天皇は辞表を却下している。1896年に再び伊藤が辞表を、 提出すると、伊藤が後継を指定しなかったこともあり、天皇は山形、黒田、井上、そして松方に諮問する意向を持っていた。三大した黒田と松方に対し、天皇は山形を首相としてはどうかと図った。しかし山形が病気を理由に辞退したため、第二次、松方内閣が成立した。この頃、清浦慶吾や白根千日は、天皇が、 言動をメすという書簡を出しており、東京日日新聞でも9月1日に黒田博をはじめ言動諸公が相談をすると報じており、9月3日には、いわゆる言動会議という記事を掲載し、大阪朝日新聞も4人の言動と記述している。東京日日新聞は、言動なる文字から解釈すれば、河村墨義、添島兼臣、佐々木隆之、海江田信義。 福岡皇帝も言動ではあるが、今回の会議は一種の言動を限れるものとしている。1892年から1895年頃までは、元君、元君会議の子が主に使われていたが、1896年8月末以降は、言動、元老会議の子が使用されるようになっていき、制度として公然化していくこととなる。ただ天皇は、 内閣の存続等に関する問題をすべて元老に、加問したわけではない。1897年に、松方内閣が崩壊すると、明治天皇は、黒田清高一人に、後継首相を加問した。黒田は、伊藤か山形が適当であると報道し、天皇は伊藤に祖格を命じた。渋る伊藤を黒田と山形が説得して出馬させた。第三次、伊藤内閣の成立前、伊藤は、 元老を召して、内外の情勢に対応する会議開催を創生した。この会議の出席予定者は、伊藤、山形、黒田、井上、松方に加え、大山岩を最後をつぐみちも加わったものであった。1月10日に行われた会議には辞職直後である。松方は出席しなかったものの、内大臣、特大寺左熱根が、元老が、山頂という表現を使っている。 これ以降、天皇をはじめとする宮中も、元老たちに加盟することを事実上の制度として認識するようになった。伊藤は、数密院を強化し、構成院でもある元老がその中で首相の総選を行うことを考えており、1896年にもその旨を主記に記している。しかし数密院内部の対立が激化していたため、当面は、 反発実力者の間で決めていくしかないと判断している。元老内では特に伊藤と山形が強い影響力を持っていた。しかし伊藤は立憲政友会の結成により元老内、官僚内での勢力を低下させ、山形は数密院、陸軍、官僚を通じて伊藤に並ぶ強大な影響力を持った。井上は伊藤の補佐的な役割をしていたが、 ご大きな性格の彼には首相となれないことの屈折もあった。松方は財政の専門家として、名を上げ、財界のみならず開拓し勧誘物、払い下げ事件以来影響力を低下させていった黒田の後継となる薩摩閥の代表として扱われるようになった。しかし松方は性格が弱く、伊藤に協力的であったために薩摩閥の失望を買った。最後は、 海軍、大戦は陸軍を代表する存在であったが、大戦は陸軍内の移行に従う傾向があり、黒田、西郷坊都合は会議内のバランスを取るためしばらく、元老会議のメンバーから外されている。第一次、桂内閣では、日露戦争の遂行に協力する見返りとして、立憲政友会へ政権を譲るという密約があり、伊藤と井上は、この密約を知っていたが、 山形は知らなかった。密約を知った山形はこれに憤き通ったが、流れを変えようとはしなかった。桂は、形式的に、各言動に了解を取り、声優会総裁、西園寺金持を後継首相に推薦した。第一次、西園寺内閣の終焉にあたっても、西園寺は桂を推薦し、天皇は、伊藤、山形、松方、 井上の同意を確認してからカツラに対名を下した。カツラが日露戦争の勝利で牽制を強め、声優界の影響力も強大化したことにより、敬遠時代の首相使命に関しては、元老は形式的な存在となっていった。伊藤の死後、カツラは元老は老衰したとして影響力を拡大しようと、目論み、1911年8月には、 元君優遇の消徴を受けている。またマスメディアにおいても元老が非立憲的であるなどと批判を受けるようになった。1912年、明治天皇が崩御し、大正天皇が戦争した。山形はこの機に桂の影響力を低下させようとし、内大臣として宮中入りさせた。しかし桂は二子子団増設問題を契機に、第二次、西園寺内閣を倒した。 後継内閣の選定にあたっては、山形、松方井上、大選にお召し状が発せられ、12月6日の元老会議に、桂が元老の資格として参加した。後継首相には桂が選任されたが、これは元老、山形の古文である桂が首相となったと取られ、元老制度特に山形への批判が集中することとなった。結局第三次、桂内閣は、 第一次五憲運動の盛り上がりによってあっけなく崩壊した。山形はこの機に言動制度を立て直そうとし、西恩寺を言動会議に加えるべきと主張した。西恩寺は1912年12月21日に三翼するところあるべしという招徴を受けており、山形はこの招徴を根拠として西恩寺が言動となる有資格者であるとしたものである。 しかし、元君優遇の象職を受けた勝ツは、辞表法廷後に、山形の質問に対して、加藤公明が適当であり、言動が推薦してはいかがと答えたのみであった。西園寺は、組閣を求められたが辞退し、イギリス流に議会多数党が政権を取るようにしてはどうかと、提案しているが、他の言動から国情に合わないとして反対されている。 結局、声優界色の強い山本本米を主犯とする第一次山本内閣が成立している。1914年4月、シーメンス事件で山本内閣が倒れると元老たちは再び会議を行った。西園寺も招集されたが、移植を口実として出席しなかった。しかし、総選した徳川家里に辞退され、清浦慶吾の組閣も失敗したことで、 7回も会議を行うこととなった。山形は最終的に大隈重信を首相とするよう提案し、ようやく第二次大熊内閣が成立する運びとなった。8月には大熊内閣が第一次世界大戦への参戦を決めた。山形は重大案件の決定自体に言論が加えられなかったことに憤慨したものの、言論会議もこれに同意を与えた。 この頃になると山形以外の言老はおいて十分な影響力を発揮できず山形自身の影響力も低下しつつあった大熊と加藤孝明外相立憲同志会総理も言論の影響力を排除しようと考えており大化21過条要求の交渉過程でも山形に報告を行わなかったしかし21過条要求の外交的失敗が明らかになると マスメディアの批判は、言動会議にも向いた。1915年には井上が死去したことで、山形の孤独は強まった。1916年、山形は大熊を言動に加える構想を持ったが、大熊は加藤に政権を譲るつもりでいた。寺内正武を構想していた山形と大熊の会談の結果、大熊は、加藤と寺内を公認とするよう創造した。一方で、 西恩寺は1914年6月、声優会総裁、原敬氏に、将来は西恩寺が元老となり、宮中を担当し、原が票の政治を担当することを話し合い、新たな元老としての活動を行うつもりでいた。西恩寺は山形の嫌う加藤にも批判的であり、孤独を深めていた山形にとって好ましい存在であった。西恩寺は寺内が適当であると、 大正天皇に創上するほか、8月3日の非公式言動会議にも参加した。9月26日、大熊は再度三大し、陣を伝えるとともに、加藤を推薦する一方で、大戦言わない大臣に、言動会議を開かずに首相を決定してほしいと要請した。大戦は拒否し、山形も大熊には1年半も欺かれたと憤慨した。大は世論を背景に、 この要求を通そうとしたが、第三内大臣、畑野隆史史宮内大臣をはじめとする宮中は、元老会議の開催を指示していた。10月4日、大熊が加藤を推薦することを明記した辞表を提出すると、山形は大正天皇に拝越し、元老会議開催の同意と、西恩寺を会議に加えることの許可を得た。山形、松方、大選。 西園寺による元老会議は全員一致で寺内を推し、寺内内閣がスタートした。伊藤幸雄は西園寺が正式に元老として認められたのはこの時期であるとしている。首相辞任後の大熊は首相待遇を受けるという直後を受け、体を休め、天皇の意に沿うようにしてほしいという御沙汰書が下された。この御沙汰書は旗の区内大臣が 言動の待遇を受けた者と信ずるとしたように、一部には言動扱いしたものであると受け止められた。この頃から言動の根拠が特定の象徴によるものであるという認識が広まった。山形はなおも大熊を言動に加え、言動会議の正当性と実権を高めるつもりであったが、西園寺、松方、大選寺内首相も反対していた。大熊は、 シベリア出兵に関する非公式言動会議には参加したものの、その後は言動制度が非立憲的であると非難し、参加しなかった。しかし彼の人気は高く、県政会系の放置新聞などでは、陛下の言動などと扱うこともあった。寺内内閣が行き詰まると、西恩寺は原と会談して、原を首相とする合意を行った。寺内が首相を辞任すると、 山形の作動により、西恩寺に対名が降下した。西恩寺は辞退し、原を推薦した。山形と松方も合意し、現内閣が誕生した。原は内政、外交とともに堅実な路線を取り、急進的な改革を嫌う山形の信頼を勝ち得ていった。しかし、宮中50代事件において、後退し、 ヒ仁親王の婚約取り消しに動いた山形と松方は、世論や右翼の猛攻撃を受け、官職及び、恩天のすべてを返上する申し出を行うまでに、追い詰められた。原は、山形と松方が元老としての地位を返上する、事態を望んでおらず、両者の辞職申し出を受けないよう天皇に、働きかけている。原は、皇太子、ヒ仁親王の欧州訪問や、 接触設置問題でも山形と協調し、彼を熱心な現内閣支援者へと変えていった。原が1921年11月に暗殺されると山形は病中であったために松方と西洋人の主導により高橋小暦世が声優会内閣を引き継いだ。間もなく山形と大熊が相次いで没し松方も高齢であったため、 西恩寺が事実上の言動主導者となった。西恩寺自身も自分は全責任を追い宮中のご世話やら政治上のことは世話を焼くと考えていた。しかし1922年6月に高橋内閣が総辞職すると折しも西恩寺は病中であった。この際、宮内大臣、牧野信明は松方の他に山本本兵衛元首相と 清浦慶吾数密院議長にも加問するように、摂政愚、広木と新に言上した。松方と清浦、そして山本は加藤智三郎海軍大将を創選し、対名が降下した。これは五加問範囲を拡大することで、山本と清浦を順元老とも呼べる存在にするものであった。言老や言老に次ぐ存在を増やすことに、 言動以外が関与するべきではないと考えていた。西恩寺は、牧野の作動に不満であり、9月に内大臣に就任した平田東介も、西恩寺と同様に考えていた。翌1923年に、加藤智三郎首相の病状が悪化した際には、西恩寺は、言動以外に過問しないように、牧野と打ち合わせを行い、病中であった、松方もこれに同意した。 加藤智三郎首相が8月24日に没すると、摂政軍は平田内大臣に前後策を聞き、元老に加紋するようにという内大臣の意見を受けて、二元老に加紋を行った。この方式は平田の提案によって行われるようになったもので、首相推薦過程において内大臣が形式的に関与する先例となった。第二次、山本内閣は、 虎ノ門事件の責任を取って12月に総辞職し、西恩寺と松方は選挙管理内閣として清浦敬吾を総選した。清浦内閣が第2次五県運動によって第15回衆議院議員総選挙で惨敗すると、西恩寺は五県三派の筆頭である県政会総理である加藤孔明を総選した。当時松方は意識もおぼつかない病中であったため、 西恩寺は平田内大臣にも加紋するよう創造し、平田も加藤を押したために加藤に大名が降下した。1924年7月4日に松方は没したため、以降は西恩寺が最後の言動として活動することになった。この後、15年にわたって単独の言動であったため、言動は西恩寺を指す代名詞となった。松方の存命中から、 言論の補充に関してはたびたび問題となっており、牧野が行った五家門範囲拡大もその一つである。しかし西恩寺は新たな言論を加えようとはしなかった。これは、吉野作造によって西恩寺が言老制度を廃止するために意図的に言論を加えないでいるのだと指摘され、伊藤隆馬場常後、松見淳之助、長岩といった研究者たちもそう見ている。 一方で、伊藤幸夫は言動を加えようとしなかったのは、価値観を共有できる存在がいなかったためであると、している。原は一時西恩寺と行き違いはあったが、西恩寺が言動となって、以降は良好な関係であり、平田内大臣も、言動は、西恩寺公を限りとし、将来はお金がよろし、原がいれば別だが、種切れなりと票したように、生存していれば、 元老となっていたと見られている。また伊藤幸男は、加藤孔明についても祖格以降西恩寺が高い評価を与えており、元老の有力候補であったとしている。一方で有力候補として挙げられた山本兵衛については、薩摩抜色が強すぎるとして、西恩寺も平田も否定的であった。牧野信明と西恩寺。1919年、パリ。 五軒三派が1925年7月に決裂し、加藤公明首相は辞表を提出した。西恩寺は加藤首相を支持していたため、そのまま留任させるべきと考えていた。病気で引退した平田の後を継いだ僕や内大臣も同じ意見であったが、摂政宮広人親王は西恩寺の上層を受けた後に牧野の意見を確認した。この方式は、 加藤公明首相の病死後の選定時にも継続されることになった。1926年10月14日、西恩寺は摂政宮に拝越し、政変があった場合には、言老だけではなく内大臣にも家紋がある。西恩寺が死去した場合は、内大臣が主に家紋を受け、意見を求めたい人がいる場合は直教を得て参加させると想像した。これは、 牧野内大臣との事前打ち合わせなく行われたことであり、西恩寺が元老の補充を諦めたためと見られている。長岩は平田内大臣時に行われていた元老家門前の内大臣への家門と合わせ、元老を内大臣協議方式による首相選定であるとしている。しかし伊藤幸男は元老と内大臣は同格ではなく、 両者が協議したような形容は内大臣を過大評価しすぎていると指摘している。1927年に第一次、若月内閣が倒れると、牧野内大臣は、市聞特労区内大臣、陳田捨見事重長、河井屋八次重次長と協議し、後継には、第二党声優会の総裁である、田中義和が適任であるとした。河井次重次長は、直視として、 西恩寺の元に向かい、協議した意見を伝えた。西恩寺も同意見であると答え、田中義一内閣が成立した。1928年に発生した超作林爆殺事件の後、真相の公表方針を翻した田中に天皇、及び牧野ら宮中は厳しい対応を取ろうとした。これに対して西恩寺は首相の辞任につながると反対したが、 宮中はこれを押し切って、田中への問責を行い、田中義し内閣は崩壊することになった。これは、軍人、右翼、声友会等に、僕やへの反感と、昭和天皇がそれに引きずられているという印象をもたらした。1929年7月2日、田中が辞表提出し、家門を受けた西恩寺と牧野が宮中で会談した後、西恩寺が、 第2党立憲民政党総裁の浜口友好を推薦し、牧野が同意するという形で、浜口内閣が成立した。ロンドン海軍軍縮条約締結に関しては、条約に反対する、数密院の倉富雄三郎議長と平沼喜一郎副議長が、条約批准に反対しようとしていたが、西恩寺は浜口首相を激励し、数密院を折れさせた。しかし、 浜口首相は、銃撃事件で重傷を負い、1931年に、辞表を提出したため、同じ民政党の若月が後継首相となり、第2次若月内閣が成立した。西恩寺は、この時期議会勢力に重点を置いた推薦を行い、衆議院第1党の当時を首相とし、第1党に問題がある場合は、第2党の当時を首相とするという、いわゆる、 憲政の浄土を実現させることとなった。西園寺自身は憲政の浄土を認める発言を行ったことはなかったが、世論には受け入れられ、言動に対する批判もほとんどなくなっていった。しかし、政党内閣は昭和教皇や昭和金融教皇に十分な対応が取れず、また、義国事件も頻発したことで信頼を失っていった。昭和天皇はまだ若く、 マキノも経験が少なかったため、サイオンのような政治力に乏しかった。一方のサイオンも老齢であり、沖津の座漁僧に滞在していたため、天皇らに十分な影響を与えることはできなかった。3月事件や満州事変の独断越境などの軍の独走に対して、サイオンは反対していたものの、マキノら宮中、そして若月内閣は、温厚な対応を求め、 結果的に処罰は行われなかった。これは、軍部の増長を招き、元老や宮中、政党内閣の影響力は減退していくこととなった。1931年12月11日、若月内閣は、協力内閣運動に押されて辞職した。協力内閣は、民政党と政友会が共同し、陸軍の意向も取り入れていこうというものであり、牧野や一期九将も、 協力内閣の成立に好意的であった。しかし西恩寺は聖友会の犬飼武氏を推し、牧野らも異論を唱えなかったため聖友会内閣である犬飼内閣が成立した。犬飼首相は満州国承認問題で軍部と対立し、1932年の5.15事件によって殺害された。陸軍は政党内閣に反対しており、 平沼内閣の成立を望んでいた。西恩寺は、高橋惚歴よ臨時首相、荒木貞尾陸軍大臣、大隅峰岡海軍大臣といった内閣メンバー、倉富洲密院議長、近衛文丸貴族院副議長、清浦元首相、山本本兵衛元首相といった、重臣、上原優作元水、東郷平八郎元水などの陸海軍の大物と、各方面の有力者の意見を聞き、 さらに僕野内大臣、市木九章、鈴木自重長と会談した上で、海軍軍人の斉藤実を総選した。斉音寺が各方面に配慮する姿勢を見せ、斉藤内閣は、声優会と民政党、そして官僚から構成された、挙国一致内閣であったが、平沼数密院副議長といった右翼は斉音寺に反感を持ち、その正当性に疑いの目を持つようになった。 1936年3月、広田光輝を首相推薦した後、宮中から退出する西恩寺。西恩寺は、満州国商人や国際連盟脱退には、反対であったが、世論が支持する。これらに反対して、元老の権威が失墜することを恐れていた。西恩寺は、世論が落ち着くまで、宮中の国際協調派である天皇や、牧野らを守ろうとし、そのためにも、 言論の権威が失墜することは防がなければならなかった。1933年には首相選定への内大臣関与を限定的にするよう制度を改め、牧野を攻撃の対象から外そうとした。さらに内閣総理大臣の全官礼遇を受けた者と、数密委員議長で構成される重審会議も法等に関与させることとなった。1934年5月に、 斉藤内閣が倒れると、西恩寺は牧野及び重臣である、清浦慶吾、高橋惚歴を、若月玲次郎、そして斉藤首相と、市木数密院議長を加えて協議することとなった。牧野は清浦のみを加えるのが適当であるとしたが、西恩寺は、政党総裁である若月も加えるべきとした。この協議によって、岡田圭介海軍大将が創選され、岡田内閣が成立した。 天皇期間接事件で、岡田首相、市季数密院議長、牧野内大臣への圧力が強まると、西恩寺は激励して、岡田内閣を存続させ、市季数密院議長の辞任を先送りした。しかし牧野は健康上の問題もあって辞職した。しかし、岡田内閣や宮中グループに対する反発は残り、1936年に2.26、事件が勃発した。 この事件では牧野、そして牧野の後任である斉藤内大臣、鈴木自重長も襲撃対象となり、斉藤内大臣は死亡し、鈴木自重長も重傷を負った。事件を受けて、市木数密院議長と岩桜平区内大臣は、後継内大臣に、この絵踏丸を押し、内々で接触を進めていた。また内大臣が不在となったことで、 後継首相選定に関して、水密院議長が内大臣の代わりを務めるということを天皇に上奏し、採下を得た。これらは西恩寺に無断で行われたことであり、西恩寺は軍部に近いこの絵は宮中に入れるべきではないと考えており、湯浅を後継内大臣に押した。西恩寺は直視を受けないまま、電話で依頼を受けるという異例の形で上京し、 選定方式には同意したが、一気が押す平沼数光院副議長には反対し、この絵を推薦するべきと押し切った。しかしこの絵は健康上の問題を理由として受けず、広田孝樹が後継となった。九百三十七年、広田内閣が辞表を提出すると、湯浅内大臣、百武三郎自重長、広畑忠隆自重次長、松平康正内大臣秘書官長、 木戸宏一皇后大部が協議し、今回は重心に意見を聞かず、内大臣が一旦家紋を受け、西恩寺のみに家紋するべきと報道するという従来の手続きが取られることとなった。湯浅さんは参考として、水密委員議長となった平沼に意見を聞いたものの、西恩寺は、宇垣一世朝鮮総督が陸軍を抑えられると判断し、宇垣を推薦した。しかし陸軍は宇垣に反発し、 陸軍大臣を出さなかった。宇垣は、宮中の意向を借りて何とか内閣を成立させようとしたが、失敗すれば、宮中への反発が取り返しのつかないものとなると判断した。西園寺や天皇は、積極的に支援することはなかった。結局、宇垣は大名を廃止することとなった。宇垣の辞退後、西園寺は、第一に、平沼数密院議長、第二に、 林千十郎大将を推薦し、平沼が辞退したため林が首相となった。西恩寺は、湯浅内大臣に対し、以後後継首相の家門と報道に関わること辞退する意向を伝えた。気力も失い、正解にほとんど関与することもなくなっていった。西恩寺の国葬。西恩寺の棺を乗せた霊柩者が、国会議事堂の前で停止している。 1937年6月に林内閣が崩壊した後、湯浅内大臣は天皇の家門を受け、元老の推薦も受けた上で、この絵踏丸を首相として推薦したいと報道した。西恩寺もこれに同意を与え、首相選定が事実上湯浅内大臣一人によって決まることとなった。以後、首相選定については内大臣が取り仕切り、1939年以降は、 事故の責任で推薦を行うこととなった。西恩寺は参考として意見を求められる存在となり、平沼内閣、安倍内閣、与内内閣成立の際には、湯浅内大臣の相談を受けている。しかし1940年7月、与内内閣が崩壊すると、木戸光一内大臣は、元内閣総理大臣や、数密院議長による重審会議を復活させ、 言動は内大臣か秘書官長が相談するという形となった。重心会議で、この絵ミマ丸が選ばれたと伝える内大臣秘書官長に対し、この報道だけはごめんこう無理たいと述べ、意見を述べることも辞退した。期待していた与内内閣の崩壊で、意気消沈していた上に、西恩寺はこの絵に失望しており、報道自体は、ささやかな抵抗でもあった。 1940年12月24日、西恩寺の死とともに、元老の制度も消滅した。桂太郎については工事園では、元老としており、第一輪、日本大百科全書においても、元老として明記されている。林茂、千葉幸など、複数の研究者も元老であるとしているものの、伊藤幸雄は誤りであるとしている。また大久保明は、国大辞典において、 桂を言老から外している。桂は1912年の言老会議以降、後継首相推薦会議に参加しているが、言老の資格で参加したという扱いであり、西園寺や桂自身も言老であるとは考えていなかった。当時の読売新聞は、言老と桂を区別して記述している。また佐々木隆は、第一次、山形内閣の総辞職後に、 山田昭義が元老に相当する元君と共に後継総理大臣の総選を行っており、山田が創生のために正式な任命の手続きを得られなかった事実上の言動であった可能性を指摘している。なお佐々木は後になって任命された桂、西恩寺を除いた7名と山田を加えた8名をもって帝国憲法下における薩長元君と位置づけている。 荒船俊太郎は二度目の辞任の際と、広人親王が摂政に就任した際の誤差書により、大隈重信が元老待遇を受けたとしている。しかし伊藤幸雄は他の元老が認めておらず、また、大隈自身も元老としての活動を行っていないことから適当でないとしている。なお、昭和天皇即位の際に、首相、若津綺麗二郎、 官員の都と人と新能が西園寺と同時に類似した象徴を受けているが元老とみなされることはない。原高氏については平田東介が腹がいれば別だが種切れなりと評したように首相退任後に生存していれば元老になったものとみられている。伊藤幸男は加藤孔明についても同様の評価を行っている。明治維新に功績のあった人物を元勲と呼ぶが、 これは主にマスコミ周辺から誕生した略称だと言われている。明治初期に言動という言葉は、元老院の設置において用いられたが、元老院議官は、3位、大臣クラスの、いわゆる元君よりは、格下の扱いであった。元君の語は1885年の頃から、マスコミ等において用いられ、当初は、大久保敏道、西郷隆盛、木戸孝允、三条、 耳など、初期の最有力者を指していた。元老、元老会議の子が主に用いられるようになるのは1896年8月末以降である。伊藤幸男は、元老の子が使われるのは、会議に呼ばれない、元君への配慮と、元君優遇の象徴を受けていない、井上香織や松方への避難を防ぐ目的があったとている。元老は、元君諸老の略との説もある。 言動という語は、君主国で政府の中枢において、君主の補佐、または任命、承認に携わる、少人数の特権的地位に対する役語として用いられることがある。君主制ではないが、1990年前後の中華、人民共和国においても、第一線から退きながらも最高権力を握り続けた中国共産党の建国の元君が、 八大元老と呼ばれたことがあった。また、特に二輪制などで、接種もしくは長期の任期を与えられ、特権的立場で立法を行う上院の議員に対しても用いられることもある。しかしこの多少古めかしい響きである、この後は、たびたび西洋史の記述に登場するローマ元老院議員に対して用いられる以外では、あまり使われることがなくなった。また、 第二次世界大戦後の日本では、明治維新を指導した政治家以外にも長い間一つの部門のうちで仕事をしてきた功労のある人の意味でも用いられるようになっている。ありがとうございます。